はいどうもパパです。というわけでですね、今回は久々にこれですね、先日買った DJI さんの RS3 ですね。今僕が使ってるこういうカメラ、ミラーレスとかを載せるスタビライザー、手ブレを抑える機械なんですけど、まあ実際素人がある程度使ってみてどうだったのかっていう話をちょっと今回お話しさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、まあ一言で言うと、個人的にはよしわるしだなっていう感じです。ただ、じゃあお前使うんかって言われたら、俺使います。これから毎日使うと思います。っていうか実際今使ってるし、一回試しにね、オフで、これなしで使ってみたりしたんですけど、微妙でした。なしにするともう。もうね、戻れない。良すぎてこれが。ってぐらいですね。ただこれ、いろんな欠点があるので、そのデメリットを踏まえた上で使える人だけ。ってことになるかなと思います。個人的にはこれ使う人はどうしてもミラーレスで撮りたいやつだけですね。正直こんだけ重くてこんだけ高いものを使うぐらいだったらアホイットランとスマホで撮った方がいい時代になってるとは思います。はい、でもこだわりがある方だけ使えばいいんじゃないかなって。はい、というわけでちょっと細かくお話をさせていただこうと思います。はい、でまず大前提ですね、まあ多分これここ数年でまたどんどん世界変わっていくと思うんですけど、多分近いうちにですねミラーレス使われなくなると思います僕は。はい、なぜかというとスマホのパワーがどんどん上がってきてるから、スマホのカメラがどんどん強くなってきてるからです。大きめのねイメージセンサーついたりしてどんどん映像良くなってくるんで、そうなってくると動画撮影者も正直もうスマホでいいんじゃないかってみんな思ってくる頃だと思います。もう現時点でね静止画とかもスマホでいいじゃんって状態になってきました。ロー撮影もできるしね、スマホでももうロー撮影できるようになってきたりしたらまた話変わってくるんで、色味とかもねだいぶいい感じに作れるから。ただ今は僕は現時点ではまだミラーレスのこの感じが好きなんでミラーレスを使ってますけども、 2,3 年後には変わってんじゃないかなとは僕も思います。はい、正直スマホに僕も移行するかもしれないです。それぐらいちょっと時代の流れがねパないですね。はい、ですけど現時点では僕も今回ちょっとそう思ったんで取り比べたんですけど、まあ、全然まだまだミラーレスは綺麗です。はい、僕この色味ボケのこの感じすごい好きなんで、まだ僕は変える気はないですね。ミラーレスの最大の欠点、どうしても手ぶれが弱い。スマホは正直手持ちでも全然いけるんですけど、ミラーレスは手ぶれが弱くてどうしてもカク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 揺れちゃうんで、こういうジンバルが必要になります。これすごいんですけど、これもうオフでつけても大丈夫かな。これを起動させることによって、あ、ちょっとこれもバランスおかしくなってますけど、これ僕のカメラを乗せた状態で正しくこうやって水平になるように設定されてるんで、今ちょっとめちゃくちゃですけど、これをずっとこうやって維持してくれます。こうやって維持するんですね。大丈夫ですよって、動きませんよ僕はって、あなたの思い通りに動きますよって、こうやってくれるのがこのスタビライザーです。平行とかをずっとこうやって維持してくれます。ちょっとこうやって揺れても揺れないみたいな、揺れて見えるな揺れて見えるな、これダメだこりゃ。でオフにしたらもうここに絶対戻る。でオンにしたらその自分の持ってるカメラに合わせた場所に綺麗に止まるっていうのがこの RS3 の一番すごいところ。ただ自分で手動でこれ設定しなきゃいけません。そこはちょっとねワイヤーなところで、このロックかけてるところロック外せます。ロック外したらこうやって動くようになるんですね。そこでここの長さ調整があるから、この長さをちょっと調整してしてからロックかけるっていうのを繰り返していくんですよ。これがね最初分かんなくて、それやらないと正しい位置になりません。今このカメラを乗せた状態で綺麗に起動するように僕は設定してあります。あ、それちょっと見せますけど、あ、撮るか。それも真正面向いてこうなるんで、で揺れませんよねって、動かしてもね、間違えましたね、ぐるりんって。これ俺の方向くんですけど、あ、いったしんど、ちょっと待って、よいしょ、まあ、こういう風に動くんですけど、ちょっと片手だときついな、重いな。これでセルフィー撮ろうと思わないね俺こうか、まあ、こんな感じで動いてもねブレませんよって、はい、今日はここに来ましたってこうやって、あ、イエーイってやりやすいんですけど、重い、こんなもんやっとれんぜよ、パッだからこれトラッキングもね、これ単体じゃできないからね、はい、表手プルプルしてます、ピスピス、こんな感じです。はい、こういう風に使うことができます
で僕は元々の状態を知らないんでよくわかんないんですけど、元々こうやって速攻でセッティングされなかったんだって。でこれは今回使えるようになったものらしくて、自分の使ってるミラーレスの設定ぴったりにすぐやってくれるから使いやすいよってものらしい。だけど個人的に気になったのが、さっきも言ってた通りこうやって持った時めちゃ重いです。正直これ何もなしなら全然軽いですよ。ミラーレスカメラ乗せるとめっちゃ重い。さすがにこれも合計で1キロぐらいはあるから、1キロを乗せて、でテコの原理ですよね、これを持つと結構距離あるから、でちょっと倒して撮影した日にはもうめっちゃ重い。あ重ってってプルプルってなるから。なんで困ったことに、多分普通に立ってこうあって両手でグッと持ったらそんな重くないんです。問題は僕は下を取りたいんですよ、猫をかけるから。だからこうなってくる、そらくそ重いですよね。おまってでも釣り竿をこうやってる感じ、釣り竿を持ってる感じ、こうやって持ってる、テコの原理で。それならそんな重くないけど、片手じゃ絶対無理、手首が痛い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 ってなっちゃう、うん、なんで、まあ、このアタッチメントでここにもう一個ハンドルつけるやつことできるんで、それで両手で持つ方がベターですよね。片手で持つならこっち持った方がいいぐらいになります。多分こっちならそんな重くないと思う俺、うん、で問題がその一つがこれなんですけど、もう一つが僕カメラの上にマイクがついてます。でこれ下向けてくじゃん、どうなるかってカメラの前にこれ当たるのよ。マイクがこうやってカンって当たっちゃって、おうってなっちゃうんですよ。僕のカメラだとマイク当たっちゃうのよこれ。それが大問題になってて僕の中で今、なんともならんやんそれって、これ最大のデメリットですね僕の中で。マイク当たるやんって。なんでそれを当たらんようにしようと思うと真横に向けるしかないの。これが限界やの俺。ってことは自分の体も下持ってかなか、こうやって撮れたら楽だよ、こうやって撮れたらそんなしゃがまんでもいいけど、こうここじゃないと僕撮れないんで、地面スレスレまでこのまま持っていくの、こうやってしゃがんで猫をかけるときね、だから かなりきつい体勢でやってます。そこがちょっとあれかなって。僕みたいに猫を撮ってて、その、まあ、うちの猫の声が可愛いとかもうちの売りなんで、いいマイクでしっかり音声撮りたいんで、でこれが人物を撮ってるとか自分が喋ってるだけ、まあ、ここの景色すごい綺麗ですよねって言ってるだけだったら、まあ、そもそも立ってたらさいらねえし、まあ、でも下向けるとしてもピンマイク刺しちゃえば自分に通じるんですけど、僕の場合ピンマイクなんか刺しても僕の声入っても誰も嬉しくもなんともないから、猫の声猫の足音が聞きたいわけなんで、そうなると使いづらいってことになります。なので余計に真横になっても持ちやすいハンドルが必要になるかなって思います。それがハンドルセットあるんで、うん、コンボって書いてあるんです。 RS3 コンボって方を買わないと僕はダメだったことに途中で気がつきました。別売りで買ったらプラス6,000円だったら、もうハンドルもついてるそのコンボセットあったらプラス1万ちょいだったんで、1万ちょいでケースももらった方が良かったなって思います。はい、やっちゃいました、うん、初めて買ったんでしょうがないですね、うん、って感じになってますね。多分ね、僕今だったら絶対コンボ買いますね。失敗しました。はい、下から撮りたい人はコンボセット絶対買った方がいいです。ハンドル欲しいんで、ってのが問題点かな。一番の僕が今一番感じてる問題点その2つで、で今回Bluetooth で接続できるようにすると、ここですね、ここにレックボタンがあるんで、レックボタンポチッと押したらレック開始できます。なので動画撮影者からすればかなりやりやすいんですけど、他の問題がありました。困ったことにフォーカス設定は一応そのコンボセットについてくるフォーカスリングっていうのをつけてやれば、まあ、回せるようになるらしいんですけど、問題はズームですよね、うん、僕の使ってる新しいレンズ、このパワーズーム付きのこのレンズですね、 FE4PZ1635G ですね。これだとパワーズームなんで、これ Bluetooth でズームできるんですよ。例えば僕の持ってるソニーのね、純正のこのスティック、これだとこの上下でズームできるっていう素晴らしいレンズなんですよ、 Bluetooth 接続だけで。まあここでできるならやりやすいじゃないですか、こうやって持ったままこうやってズームしてズームアウトしてって素晴らしい。だけど当然これジンバルではないので手ぶれは抑えれるのですよ。だけどこっちズームボタンはないんですよ。 Oh yes、
で当然ズームボタンもなければね、フォーカス合わすこともできるんですよ。 Oh yes。 で、あのフォーカス合わせれるようにするにはその設定でこのダイヤルをね回してフォーカス合わすことができるっていうのが、その物理的にフォーカスリングにネジ合わせてここにパチって回るやつをつけれるんですよ。こいつを物理的に回してマニュアルフォーカスできるんですよ。まあ、それは確かにいいなとは思うんですけど、マニュアルフォーカスはできても、だけどズームはできないので、意外と思ったほどの自由さはないんですよね。なので僕その物理的なマニュアル合わせるグリップも買ってないんで、現状あピントずれたって思ったらこいつを持ちながら本体をこうやってピチピチって頑張って押してますし、ズームしようと思ったら頑張って本体をこうやってウニョンって動かしてレンズ動かしてズームしてる感じですね。そこがこの辺かな。マイクが当たるで、フォーカス合わせるの面倒いいで、ズームできない、これです。この3点めちゃくちゃ不満ですこれだけが、あーめんどくせえって思います。これ仮にスマホであったらね、全部ここポチって押しながら持っていくだけで終わるんで、はい、楽ですよね。はい、楽ですね。でもスマホの手ぶれなんかもうジンバルに近いぐらいあるんで、完全にジンバル4ではありませんが近いぐらいの手ぶれはあるから、それ考えると、まあ、手軽ですよ、手で持っていくだけだから。ああ、まあ、その差でけえなとね。こんなちっちゃいスマホ持つだけか、こんなクソ持てえもん持つか、はい、ただその代わり撮った後の映像はちょっといいよね。うん、そこですよ、ちょっといいよね。もう一回、ちょっとだからね、ちょっとなんですよ。めちゃくちゃいいわけじゃないんですよ。だからそこが難しいなって思いますでもそここだわりたい人はやっぱいりますよね、こういうのね。僕こだわりたいんですよ。金考えたらまあそんなことはねえんだろうなとは思うんですけど、どうしても僕は昔から映画とかも好きだし、どうしてもちょっとそういう絵面が欲しくなるんですよ。じゃないと自分のテンションが上がらないんですよ、撮ってても。あーなんか薄っぺらいなこれと思いながら撮るよか、自分の好きな感じの色味で撮ってる方がやる気起こるんで、映画好きに生まれちゃうとこうなるんですよね、こんなめんどくさい人間にね。はいはい、まあ、でもこれ使っててめちゃくちゃいいなって思ったのが、充電がめちゃくちゃ長持ちします。僕買って1週間以上も使ってますけど1回も充電してません。初日に充電したまんまずっと使えてます。でしかも途中で無線でどうにか使えないかとかいろいろ設定いじくり回したり遊んだりで、これね本体についてくるケーブルなんですけど C2C で、僕はの α7S3 を使ってるんで α とつないで、有線でケーブルつなげて、その Bluetooth じゃなくて操作する方もいろいろ試したんですけど、困ったことに Zoom は機能しませんでした。 Bluetooth もダメ、有線でつないでもダメでした。 ISO 感度とかは操作することできたんですけど、 Zoom を操作できませんでした。シャッタースピードや ISO 感度はできたんですけど、あそこはちょっとあいたたたたたたってなりましたね。不満だな。それさえできれば、せめてズームできればね、有線でつないでもいいからズームできるんだったら僕かなり良かったんですけど、惜しい。あと僕が一番やりたかったトラッキングもトランスミッターないとできないっぽいんで、それ実は僕一番ショックでした。例えば僕のこれでこれにつないでね、RS3 につないで置いといて、今置いて撮影これしてるとするじゃないですか。で僕をこうやって動いたら僕に追従してくれるってことはできると思ってたんですけど、それトランスミッターっていう別売りの約2万円ぐらいのものを買わないとできないっぽい。できんのかいかいってなりました。まあもちろんね、前やったようにね、スマホとつないでスマホでこうやってねちょっと動かしながらちょっとこっち置いてってやれば別にそれ済むんですけど、はい、まあどんどん金かかるなという感じですね。うん、なんでそこはちょっと問題ですけど、まあやっぱ質にこだわろうと思ったらお金かかるんだなという話ですね。はい、まあ、でも僕はやっててやっぱり僕のこのチャンネルは別として、僕の猫方パパの方、猫を撮ってる方は、まあ、その
あんまり加工してない、面白く作ってない、字幕とか入れたりあんまりしてない猫の普段の生活を載せて、いろんな人にその猫飼ってるとこうなるよ、だから猫飼ってみてよみたいなのを言いたいだけのチャンネルなんで、そこは自然体を見せたいから、僕の方はそれ撮るときはやっぱ手ぶれがね少ないこっちで撮りたいなと思いますし、だその猫の毛並みとか綺麗に写したいから、どうしてもミラーレスで僕は撮ってるんですけど、こだわってちょっとこいつで今後も撮ろうかなと思ってます。そういう意味ではすごくやりやすいですね。ただこのスティック、ここにスティックがあるんですけど、これであのグリ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 カメラ向き変えれるんで、それはね慣れてくるとねかなりやりやすいです。こうやって持ってながらこうやってグーって動かすの、うん、なんでその点に関しては僕は全然満足してます。でバッテリーもすごい長いし、で安定性もめちゃくちゃいいんで、もう本当にもうこれ持っときゃもう適当にもうブラ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 してても全然あのちょっとしか揺れないんで、うん、もう手で持った時のあのグラグラ揺れ感やばいんで、手持ちとは全然違いますね。一回手持ちに戻してみたんですよ。こんな重てえもん持っとれんなと思って、あ持っとれんぞこんなんって書いてみたら、 RS3 最高って思うぐらいめちゃくちゃ手ぶれしたんで、あ RS3 ほんといいんだなって後で編集の時思いました。僕は今後もこれは使おうと思います。これはほんと買ってよかった。ただ改めて金かかるな俺って自分で思いましたけど、うん、まあでもこれ1個持っときゃ別に買い替える必要も多分しばらくないと思うんで、もうこれでずっと頑張っていこうと思います。うん、売ったりする必要もないかなってきっとってぐらいには感じたんで、まあじゃあ君はこれをね旅行先で使うのかいって聞かれたら多分使わねえっす重いでかい、少なくとも外の撮影では使わねえっすただ前こっち今三脚でかいの置いてるんですけど、三脚の大きさって本当にからここぐらいまで結構でかいんで、三脚これを持ち歩くよりはこれの方がいいと思うから、ホテルとかで置いて撮影するときはもうこれでいいんじゃないって実は僕は思ってます。あと台の上とかに置かせてもらって、テーブルの上とかにさ、それでこれでいいんじゃないって三脚置くよりって、うん、まあ、それでちょっとまたいろいろ撮っちゃおうかなって思ってます。だもんで結局思ったんですよ、やっぱコンボで買うべきだったなと思ったのが、お前キャリーケース持ってねえだろうって自分で思って、そうじゃん俺これどうやってカバンに入れる気なんだって気づいちゃったんですよ。カバンにお前これ入らんくねって、あ入らんわって。はい、というわけで今回は RS3 ちょっと紹介させていただきました。旅行先まで持っていけるかどうかは不明です。持ってきたら持ってきたいけどね、確かにこれ入れたらまたカバン重いよねって言われたら重いんですけど、はい想像したのとちょっと違った部分はありましたね。そのトラッキングができないとか、これだけではできないとか、あとね、あ最後にこれ言っとかなかんね、一番嫌だなと思ったのが説明が分かりづれ、公式サイトのこれ初めて買ったんで全然分かんなかったんですけど、マジでここ最近で一番迷いました、一番悩みました。まず公式アプリから飛べる説明動画があったんですよ、全部台湾語、おいって日本語喋ってくださいって思いながら見て、せめて字幕くださいって。でさっき見たらもう発売から1週間以上経ってるから変わってるかなと思ったら今度英語になってましたね。おいって私日本語しか分からないと思って、うん、全然分かんない、うん、あの公式サイトの説明書ついてないんですよ。 PDF ファイルであったんだけど、説明書英語、おいって私日本語しか分からないってなりましたね。もしかしたら日本語どっかにあるのかもしれないですけど、僕が見つけれないぐらい分かんなかったです、うん、どこにあるんだこれ、はい、だその説明はマジ微妙なんで、めっちゃ悩むと思います。どうりでなんかの解説動画いっぱいあるなと思ったのよ。設定のやり方とか。あ、みんなわかんねえからあんだこれって、うん。ね、そこだけ大変だなと思いました。はい。というわけで今回は、ど素人がね、試しになんか、王道のスタビライザー買ってみた感じでした。ど素人が触るとこんな大変なことになるんだなと実感しました。でも、ど素人が使ってもいいもんだなとは
思いましたので、参入障壁結構高いですけど、まあでも好きな人は別に買っていいと思います。俺はね、うん、この一眼じゃない、これごめん、ミラーレスの綺麗な映像で手ぶれしないって時点でよくねって思う人はいいと思います。あと筋トレになる握力つく、握力ちょっと戻ったもんずっとこれ持ってるから、うん、なので軽い筋トレにはなるんでいいんじゃないでしょうか、はい、で女性にこれ持てって言われたら結構大変だろうなとは思います、力ない人は。まあね、俺らみたいなインドア派のあんま力最近使ってないよね君って人はぜひこういうの持ってね、腕痛いなって思いながら持つのいいと思います、はい、特に僕みたいに下から追っかける人は重いですね、こうやって持つ分には大丈夫です、これですこうやってやる人あ持ってはい、というわけで今回はこの RS3 ちょっと使ってみた感想でした、はい、いいと思います。映像にこだわる人ぜひ使ってみてください。でも何度も最初も言いましたけど、数年後にはやらなくなると思います、正直マジで。スマホがどんどんイメージセンサーとか大きくすればするほどいいのがスマホで撮れちゃうんで、僕も数年後にはいらなくなると思って買いました。だから最初で最後のつもりで買ってます。あと 3,4 年かな、はい、というわけで今回は以上です、はい、もうすでにアクションカムいらん気がするしね、うん、俺はアクションカム使うぐらいなら iPhone でいいじゃんっていう時代です。あーいい、すげえ、これ30分喋ったんだ俺